はい、ペイペイ運用、ペイペイポイント、確かに還元されたペイペイポイントに、まあ、投資っていう概念がね加わると、まあ税控除ってどうなるのかなと思っちゃいますよね。うん、まあでも値引きに対してその値引き率が変わっていくってことなんで非課税なんじゃないですかね。まあ、この辺はすごく曖昧ですよね。まあ私が今回言いたいのは、いつも知恵を使ってくるのは民間なんですよ。でそこから少しでもかすめ取ろうとしているのが、まあ国ですよね。一体国っていうのはこの国民を、この国の国民を豊かにしようとしてるんですかね。どう考えても敵対してるようにしか思えないんですけどもね。桑原、桑原ですよ。いってらっしゃい。